ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤でございます。さあプロサッカーデータ版の、ノーミルク佐藤先生、今日も伺っていきましょう。ザ・データベースシリーズ熊本編です。今日は2010年でございます。どん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 パホということでございまして、はい、さあ1年ずつ振り返っておりますが、2010年はどんな、内容だったんでしょうか。19チームの7位ということになりまして、去年14位ですから、そうなんです、上がりましたね。ジャンプアップしましたね。はいはいはい、うん、しかも得失点差が前年のマイナス16からマイナス4と一気に上がったというところでございますね。何が変わったんですか、これメンバーですか。あの失点がめちゃくちゃ減りました。減りました。でほぼ半減ぐらいで、前回が82だったのが、まあ、試合数も少なくはなってるんですけど、はい、とはいえして82が43まで減ったので、なるほど、これは大きかったなと思いますね。はい、監督がね、はい、高木拓也監督になってるんですね。なったんですよね、そしてメンバーも結構一気に変わった部分があるので、あら、まあ、ちょっと見てみましょう。ちょっと覗いてみましょう。こちらです。ドン出ました。はい、こんなメンバーとなっております。おお、まあ、分かりやすいのがですね、藤田さんはいるんですが、そして今度は南雄太がやってまいりました。ゴールキーパー、そうだった、はい、31歳、はい、うん、これだからあの熊本としては、あの序盤まだそのすぐにこう J1 上がれるってことはさすがに難しいところがあるので、はいはい、ただそれでもちゃんとすごくステップを踏んでるのが、うん、でその下から上がってきましたっていうその状態からいて、それでまず1年戦って、その後でこの各その日本代表経験者ってことを連れてきながら、これで前回はその藤田俊也がやってきて、この中盤のいわゆる率いる選手がこれで出たと、うん、そして今度はゴールキーパーってことで、その後ろをまとめる人がやってきたっていうのは、そうそう、少しずつよりこうプロになっていこうっていうところが出来上がってきたんですね。でさらにもう一人、ここでもう目玉になってくるのが、うん、はい、ハレン・ロバートですね。そうなんですよね。そうなんです、はいはいはい。もうその前に一回ね、もうあのジュビロ磐田にもう鳴り物入りで入ってた彼ではあったんですよ。はいはいはい。なかなかあの前田良一さんがいたりだとか、いわゆるね、外国人選手がたくさん起用される傾向があって、はい、となかなかこう入ってこれないかなっていう流れがあり、それで2008年にあった北京オリンピックの代表も入れなくて、うーんってなってたところだったんですが、そう、移籍先探す中でこのロアス君のもとに出会って出場するぞって流れ。25歳ですか、バリバリですよね。そうなんですよね。でしかもこれでまた驚きなのが、あのこの年終わったところであれですね、12月かな、うん、あのフェンロ行くんですよね。ああ、その前の1年だったんですね。そう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 、っていうことはバリバリだったってことでしょ、結果もこれ。そうなんです。ああ、そういうことですか、ね、よく頑張ってたなってのがありましたよね。2008年にね、 JFL から J2 に上がりました熊本は。この3年目のシーズンで7位、これ、うん、現在に至るまで最高成績ですね。一応そうなりますよ ね、 すね、順位的に考えるとね。はいはい、いや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 、この年はもう良かったってことなんだよね。そうですね、まあ、メンバーもからやっぱりかなり揃ってますからね、うん、そのカレン選手とか、あと藤田選手、南選手なんてこともそうですが、それ以外にも僕は松橋翔太選手なんかもそうかなと思っていて、うん、彼もあの神戸時代に日本代表経験していて、それを、はいはいはい、あのその神戸からも持ってこれたってこともそうですし、なるほど、あとはちょっとワールドカップ、この時は2010年の南アフリカワールドカップの時期だったりするんですが、うんうん、そっか、あのディフェンダーに堤俊介選手を浦和から獲得することができてから、若きディフェンスリーダーがこのチームにやってきたっていうことか。23歳ですね、はい、そうなんですよね、あったというところがここの中ではありました。そしてはそのさっき言ったその松橋選手とか、あとはプラスあの若いところにいますけど、大迫望選手、はい、今このね、時点では、藤枝に在籍してますけど、2020年現在だと、うんうんうん、当時は あれなんですよ、あの大迫コンビって鹿児島城西高校で言われていたんですよね。ああ、はいはいはい、ゆうやさんとのぞみさんで。そうなんですよね。はいはい、あ、じゃあ何年なんですか？そうなんです、そうなんです。ほうほうほう、だ要は、これ九州チーム本当よくあるなと思うんですけど、うん、九州勢のチームってあのやっぱ九州出身の選手を結構取る傾向が強いなと思っていて。まあまあ、それそうでしょうね。まあね、うん、だからやっぱ地元も行きたがるでしょうしね。そう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 。はい、他のでもなんか、あの地方よりかはなんか多そうな気がしてるんで、うんうんうん、これは勝手なのデータでも何でもないですけど、いや印象ありますなんかね、ねえ、うん、だそう地元のスターもこう作っていきながら的なところがあったのかなと思います。
これだ、ロアストのサポーターの皆さんからしたら非常に印象深い1年だったってことでしょうね。そういうことですね。高木監督1年目ということでございます。さあでございます、2011年以降2020年19年にね、連なるこの歴史、この後どうなっていったんでしょうかというのはまた次回から1年ずつお送りしてまいります、はい、よろしくお願いします。はい、魅力サッカーアカデミー、ぜひチャンネル登録できる方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、皆さん先生ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。井上真央でした。ノミルク佐藤でした。言ってなかったね。はい、ありがとうございました。